延期されていたプロ野球の公式戦は、来月の24日開幕を目指します。プロ野球とサッカーの J リーグが連携して設置した、新型コロナウイルス対策連絡会議がきょう、現段階では、やはり開催、早期に開催するというのは非常に難しい状況にあると、できる限り開催を、その日時については、送らせていただきたい。 専門家チームの座長を務める東北医科薬科大学の角光雄特任教授は会議後の記者会見でこのように述べた上で公式戦の開催は4月のできるだけ遅い時期が望ましいとの見解を示しました専門家チームの提言を踏まえプロ野球は今日午後12球団の代表者会議を開き 延期していた公式戦を4月24日に開幕することを目指すと発表しました一方 J リーグは25日に実行委員会を開き4月3日に目指している公式戦の再開時期について協議する予定ですプロ野球は練習試合について一定期間中止することを決めましたセリーグは27日から休止して来月14日から再開パリーグは24日から休止して来月10日から再開するということです